ノーウェイノーウェイです。全曲撮影 OK です。アメリカを目指すユミダフロム KJ ポップです。ありがとうございます。それでは順番に自己紹介します。はい、ソヨミユです。イエーイ。高校2年生の16歳です。今日静電気が本当にやばくて髪の毛がもうすごいボソボソになるんですけど、気にしないでください。よろしくお願いします。イエーイ。次はユリ。はい、アリンユリです。イエーイ。今スイートって言おうとしちゃった。間違えた間違えた、偽名使おうとしたんですけど、今日の衣装を私が選んだんですよ。ヤプダ3つの衣装ある。3つの衣装ある3種類だね。そう、3つの衣装あるから、やっぱみんな見飽きないっていうかね、やっぱみんな全員分見れるよみたいな感じなので、見てください。間違えた。最近が口癖になっちゃってきちゃって困ってます。って言わないようにします。よろしくお願いします。イエーイ。はい、サラモモです。イエーイ。中学2年生の13歳です。ですね、はい、今日時間が本当に朝起きるのめっちゃ起きるのが苦手で、いつも朝時間ないんですけど、だから今日メイクがまだ
完成してなくて、まつげできてなくて、かわいいよ。ちょっとありがとう。よいよいよいって感じなんですけど、まあまあまあ、あと前髪をね巻いてなかったりしてるんですけど、まあよろしくお願いします。はいはい。よろしくお願いします。イエーイ。次はあいちゃん。はい、かなえです。イエーイ。中学3年生の15歳です。よろしくお願いします。イエーイ。次はリコちゃん。KJ ポップガールズグループ練習生のイギュンリコです。イエーイ。中学5年生11歳です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、次はロシアンルーレットです。聞いてください。しまいました、最後は TWICE さん、TWICE さんの TT です。聞いてください。「いつもだけで何もできない」
何のことかわからない。来週の土曜日はクリスマススペシャルライブです。チケット新規さんの方にはチケットを無料でお配りしています。あと出口のところでスタッフさんが CD とチラシとツーショット券をお配りしていますのでぜひ受け取ってください。以上ヤッペダフロム KJ ポップでした。ありがとうございました。